ちらのお客さん、何か食べたいものはあるかい？どちらへ行かれます？ご案内しましょうか。皆さんにモノマネをお見せしよう。就寝中の将軍様。皆さんにモノマネをお見せしよう。講談なんて時代遅れだって。講談が好きな人はたくさんいる。お前何様のつもりだ？曲げ木は直にせむとも果てまで曲がりぬる。大言やたわごとより
誠を見つくるはがたし。講談なんて時代遅れだって。講談が好きな人はたくさんいる。お前何様のつもりだ。利益を目的と。講談なんて時代遅れだって。講談が好きな人はたくさんいる。お前何様のつもりだ。皆さんにモノマネをお見せしよう。就寝中の将軍様。
お腹いっぱい。人気の美食がどんなものか確かめてあげる。今から漫才を始めるぞ。観客のみんなは知らないかもしれないが、王はラフで有名な漫才師なんだ。今回制作会に来たらも王の漫才を見るためだ。俺はお前の従順な観客だぞ。人気の美食がどんなものか確かめてあげる。こっちはない。今から漫才を始めるぞ。そちらのお客さん、何か。パオズは大きくて、ジャオズーは小さい。パオズ数個でお腹いっぱい。